ということで、この後はスクールオブロックの秘密の研究室からパフューム研究員が登場。ついに明日から初のアジアツアーがスタートする3人がパフューム英和辞典を研究。パフュームロックス。パフュームロックス、スターリングパフューム。ラジオネームのっそりのっそりからの依頼。バースデーサプライズの方法を研究せよ。これは17歳の女の子からの依頼で、うん、高校が別々になった幼馴染が11月に誕生日を迎えると。はいはいはい。で、最近全然会えてなくて仲が離れてしまいそうなので、バースデーサプライズで幼馴染をお祝いしたいそうです。へー、いいね、こういうの、うん、高校が別々になるとやっぱ会う時間が減っちゃうから距離ができちゃうんだろう ね、まあ、そうだね。17歳にこの子はなったってことなのかな。のっそりのっそりちゃんは、うん、うん、高校2年生かぐらいだね。高2はいいぞ、うん、でさ、推進体育推進の方です。そうだよ。うちらはね、サプライズはよくやりますね、うん、お互いの誕生日にね、ね、パフュームチームみんなでやったりしますね、うん、そう、打ち合わせだって言って行ったらバースデーサプライズとか、うん、会社の会議室とかにいっぱい飾り付けしてくれて、うんうん、風船もいっぱいみんなでふーって膨らまして置いてくれたりして、うん、ホワイトボードに何々ちゃんお誕生日おめでとうってその似顔絵が書いてあったりとかそういう賑やかな感じでやってくれますね、うん、やってくれるね、うん、今年はのっちは NHK さんだったね。 NHK とか、そうそう、ミュージックジャパンの収録の時に楽屋でお祝いしてくれたのと、うん、あとはその日チャットモンチーさんの取材っていうかインタビューの日で、うん、その場でそのチャットモンチーの2人から花束もらったりとか、うん、ね、すごいサプライズだった。えっちゃんがね、ハッピーバースデー歌ってくれたよね。歌ってくれた、嬉しかったね。めちゃくちゃおめでとうよかったね超嬉しかった。嬉しかったね、うん。あとは私やってもらってすごい印象的だったのが、うん、パシュカとノッチも一緒にやってくれたんだけど、今日は打ち合わせはございませんみたいな、うん、まずこの裏って言われて、あ、誰もいない会議室に紙だけ置いてあるの。そうで、しかも私その時5分くらい遅れて行っちゃって、うん、もう本当に申し訳すいませんみたいな感じで入ってったら誰もいなくて、うん、誰もいないって思ったらそう書いてあって、うん、で電話の裏を見たら次はゴミ箱みたいな、うん、でそれでゴミ箱の裏見たら、うん、次はテレビの裏みたいな、うん、そしたらこれを装着してくださいってすごいパーティーな帽子となんか、うん、今日は主役みたいな、私が主役ですってそういう帯みたいな、そうやつがあって、それをつけてくださいみたいな、そして顔を少し整えてくださいみたいな、うん、なるほどね、カメラに映るってことなんだみたいなそういうのして、会議室から次はあそこの階、あそこの階って言って部屋に移動してたら、うんうん、おめでとうって言って歌手会の血が待っててくれて、うん、パーティーみたいな、うんうんうん、すごいやってくれたのがすごい、ね、凝ってるし嬉しかったなって。やっぱ手作りの誕生日ケーキとか、うん、それだけで本当に嬉しいと思う、うん、嬉しいね、うん、お部屋で一緒に遊ぼうよって言って、うん、お部屋に連れてきたらもうそこにすごい飾り付けしてあって、うんうん、おめでとうって書いてあって、で手作りのものとか、うん、あとなんかこのずっと一緒にいたこの子とプラス一緒に遊んでた友達とかも全員呼んでくれるとびっくりするよね。嬉しいよね。嘘、最近会ってなかったのにこのメンツ揃ってるみたいな、うん、だから高校で別だから中学校の時の、うん、時とか同じクラスとか、ね、仲良かったメンバーとかいるだろうし、うん、みんな集まってたらびっくりするよね。びっくりするね。びっくりする。え、だってみんな別々じゃんとか、うん、え、どうやって時間合わせたの、うん、みたいな、うん、なんで連絡先知ってるの、うん、そうそうそう、誰かが誰かにお願いしてバースでやるからちょっと呼んどいてって言って、うん、こことここは友達じゃないけどその子のことを通してだとみんな集まって、うん、みんながって思い合って、うん、みたいなのは嬉しいよね、うん、ドア開けたらびっくりみたいな、超いい。それは本当にサプライズだね。本当にサプライズ、ね、いい。
いやもういろいろね、うん、話しましたので、うん、まあここから何をね選択して、うん、まあどうお祝いするかはのすりのすりちゃんの次第ですけども、うん、まあ本当思いが一番だと思いますので、うん、ねお金をかけなくてもサプライズはできるし、うん、お祝いはできると思うからぜひ気持ちを込めて思いを伝えてください、うん。こんばんは、かしゆかです。のっちです。あーちゃんです。3人合わせて、バビウムです。よろしくお願いします。ラジオネーム、あーせなるからの依頼。パフュームが世界に進出するなら、新しいパフューム、英和辞典を研究せよ。もう初のアジアツアー、パフュームワールドツアーファースト。いよいよ明日、10月26日、台湾からスタートします。いよいよです。いよいよだー、ですけどね、あの数日前、セットリストがガラリと変わりまして、ガラリと変わりびっくりするぐらい変わりましたね。リハーサルをね、うん、ありがたいことにブリッツさんでね、そう横浜ブリッツさんでやらせてもらって、検証してみたら今までリハーサルで一度も曲順変えなかったのに、うん、いやこれは違うかもって言って、うん、曲順だったり演出だったりがちょっと今ガラリと変わっていて、うん、多分スタッフさんとかはもうそわ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 てんやわんやでして、そわそわみたいな感じになってると思うんですけど、うん、いやこうした方が絶対良くなると思うからっていうみんなの気持ちでね、うんうん、今もうちょっとまた台湾に向けて準備していると、うん、本当にギリギリまでやっております、うん。まあ、まず明日は台湾なんですけど、はい、香港、韓国、シンガポールと4カ国、うん、行くんですけども、はい、11月の24日のシンガポール、うん、これがね、日本国内の映画館62個のねとこでライブビューイングすることにしました。初めて生中継です、ね、もう生のその時の時間に中継するので、うん、もうまさにライブ感が伝わるんじゃないかなと、ね、すごい数の人に見てもらえることになるね、うん、本当にね、うん、でそのチケットもね本当にありがたいことにすごい応募総数らしくて、うんうん、そこのスタッフもてんやわんやでございます。てんやわんやでございます。まあ本当ありがたい嬉しい悲鳴です ね、でこれからアジアツアーするにあたって、うん、英語版のパフューム辞典を考えろってことなんでしょ。英和辞典 ね英和辞典ってことは英語で考えなきゃいけないってことでしょ。結構難しくない。A 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 ちゃん A ちゃんいるじゃん。 A ちゃんありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ A はね、あそう海外はね、うん、A はあーちゃんは AAハイフン CHA のかな。なるほど。へー、それだとあーちゃんになるのか。なるらしい。へー、じゃあそれでいこう。そっちの方でいこう。大きい A。 いいね、それっぽいよ。それっぽいよ、それっぽいよ。これ不思議。 B B あーちゃん B B, B は、ま、B は、うん、でもバナナだよね。え B ってすごいなんか幼稚園児みたいな初めての英語みたいな、英語みたいな、そういうテンション。そうそうそう、 A アップルだよね。そうだよね。 B は、うん、B はそう、最近ね B バナナケーキ最近作るのハマってる。バナナケーキ、それやるじゃん。ヘイ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 、バナナケーキだね。そうそう、あーちゃんがね、うん、代々木の、ドリームフェスティバルの日かな、うん、に、あーちゃんの妹のチャーポンと、うん、あーちゃんのお母さんが作ってくれたバナナケーキを持ってきてくれて、うん、パウンドケーキみたいな、パウンドケーキみたいな、うん、それがめちゃくちゃ美味しくて、美味しい。そしたら最近あーちゃんもあーちゃんのお母さんと一緒に作った、うん、参加して一緒に作って最近ね、ここ最近ほんと毎日見るよあれあ、スタッフさんに持ってこうか言って毎晩作るっていうこの間なんか舞台見てる時も横で、うん、あれ
なんかバナナの匂いするって思ったら横にあーちゃんがポソポソって食べてた。そんな日何も食べてなかったよ。そういえばお腹すいた。それでそう、そしたら先生があすごいいい香りするバナナって言ったら、あ、なんかあるわいるって、うん、ちょうだい一緒にバナナケーキ食べ出た出た、バナナケーキ、これだね、やっぱりバナナケーキね。バナナケーキです。バナナケーキ。じゃあ C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  はビタミン C じゃない。ビタミン C、うん、ビタミン C 大事だね。うちらビタミン C 結構あの日焼けをね、うん、夏フェスするじゃないですか、うん、ライブ立つと。そういう時にビタミン C をたくさん取ると日焼けしづらいっていう、うん、しづらいというか黒くなりづらい、先に取っておくよね。そうそう、うん、っていうのがあって、うん、夏はビタミン C を本当に過剰に摂取します、うん、摂取する。 A ビタミン C、D 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 ドッグ。え、この人教科書から離れられないねそうだね、まあ、単語しか言わないよねそういうの。ドッグ飼ってたらね、顔がドッグみたいになりましたどういうことそれね、顔遺伝だと思うよ。あのね、そっち系の顔ないよ、あんた。あ、そうだね、もともと犬顔ってことだ。そうそう、そうね、あの、そういう顔になりましたとかじゃないない。ダックスフンドだったからさ、うん、そんな顔だって伸びてないから顔。え、でも似とるよね。似てる、大概似とるよね。いや、似とるけど、うん、顔は伸びてないから。伸びてないか、そっか。じゃあドッグ違うな。パ、うん、D ダンス。あ、超大事なやつ忘れとるじゃん。ダンス。危ない危ない。危うくドッグになるところだよ。危うくどうでもいいのになる予定だったよ。危ない。ダンスダンス。ダンス大事ね、パフュームは。E 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 はね。私 E でも出てきちゃってんだよね、ずっと。何何。いいよ。H。あ、曲ね、ね、曲名あるね。曲名でも言ったらそうなっちゃうよね。そうだね、確かに。できればこのさ、個人的な3人のね、やつがいいよね。エッグ、エレファント、エッグ、イーグルもうそっから離れよ、ね、そっから離れましょ。イアイコンタクトとかは。あ、アイコンタクトいいね。あ、アイでそう、ペンを取りました、2人が。ありがとうございます。あれ、あ、決まっちゃった。あー、決まっちゃった。指走らせちゃった。なんかそうだよね、挨拶とかを同時にするときに、うん、普通だったら多分せーのパフュームですとか言うのかもしんないけど、うん、そのせーのがいらない、うん、うちらは。そうだね、目線でこう行くよ、パフュームですみたいな。あるあるある、うん、そういうの。いいよ、できちゃった。 A はあんちゃん、 B はバナナケーキ、 C はビタミン C、 D はダンス、 E はアイコンタクト。いいじゃん。あ、ひらがなよりも早く終わる。これ英和辞典の方が早く終わるんじゃない本当だね。だって普通のあいうえの方の方全然まだ進んでないでしょ。あれだってまだやり終えてないよ。うん、なのに他のことやり始めんの。あれ、これ共倒れになる危険性ある。同時進行結構厳しいよね。確かに、一つに絞った方がいいって。でも結構こっち楽しいね。楽しいんだけどさ。楽しい、残念ながら。え、みんなは聞きたい。そこ大事だ。みんなどう。あのね、そういうとこあるんよ、うちら、うん、ね、やって、うちら楽しいけどね、やってほしいって思ってくれる人がいるなら、うん、ぜひやりたいんだけど、うんうん、そう思ってない人がいるならただのね、自己満足になっちゃうから、うん、そうだね、うん、もしあのやりたいっていうことを思ってくれてる人がいるんだったら、うん、やります。はい、とにかく私たちPerfume 明日から初のワールドツアー、はい、スタートです。スタート。ほいじゃあ行ってきまーす。行ってきまーす。キラキラ Shoot it up, 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 shoot it up
いよいよもう明日からなんだね。うん、いや演出を言ってくれたわけね。レーザープチュ、レーザープチュ、緑のレーザーがプチュってなってると思った。明日から初のアジアツアーパフュームワールドツアーファースト、はい、スタートなんだね。どんな感じになるのかな。なんかちょっとね、あのリハでやった感じちょっと変えたとかもねえって言っちゃってましたけど、もしかしたら見に行く生徒とかいたり、行ったりするのかな台湾まで。ちょっと聞かせてくれ、うん、いるんだろ、話聞かせてくれ。校長先生もどうせ行きたいんでしょ。そしてまずは初日の台湾公演ね、うん、頑張ってください。明日夜10時半からは世界史の講師世界の終わり先生が登場。初めてのデートについての授業をしていくぞ。セイカーワロックス。